24番ジェニファー・カークさん、アメリカ。On the ice, representing USA, Jennifer Kirk。ひときわスタンドからの声援が高くなります。アメリカの17歳ジェニファー・カークです。24人目の滑走になります。予選のフリーでも堂々とした演技を見せまして、4位でこのショートプログラムに入りました。この彼女の歯切れいいスケートですね、はい、そしてこの背中のピッとしたまっすぐな姿勢、おっと珍しいですね。練習でもほとんどこういうシーンは見かけたことがありませんでした。コンビネーションジャンプで転倒失敗です。これも失敗。やはり世界の舞台にはプレッシャーがあるんですね。そういうことなんでしょうかね。練習ではほとんどこういうシーンは見かけなかった17歳のジェニファー・カーク。当然我々アメリカ代表として出てきますとですね、本番に強いというイメージがありますからね、はい、はい。確かに予選のフリーでは本当に堂々とした演技を見せてくれたんですよね、はい。まあでもまだ17歳ですからね、これからの選手ですね、小さい頃は体操をやっていたというジェニファー・カーク。9歳からスケートを始めたということですから、本当に急速に伸びて、まあ、世界的なこのレベルに達してきたということですよね、はい。これはうまく決まりました。2回半のアクセルジャンプ。スパイラルに続いて2つ目のステップシークエンスです。元気いっぱいの動きで予選のフリーでは素晴らしい演技を見せてくれましたジェニファー・カークですが、さすがにショートプログラム緊張感があったんでしょうか、前半のジャンプで大きな失敗が出てしまいました。演技が終わった後、信じられないわという顔をしていましたジェニファー・カークですが、スローモーションでご覧いただきます。最初のジャンプのルッツのコンビネーションでしたね、はい、そしてフリップ、あ、これも飛び上がるときにもすでに体勢に無理がありましたか。そうですね、少し軸が、うん、斜めになってましたね、はい。キッサンドクライに戻ってきても何が起こったのか本当に信じられないという顔をしていますが、4点台を下回りまして 3.6、3.9 というポイントも出てしまいました。最高が 4.3。まあ、まだアメリカでは5番手の選手ですから。そうですね、はいはい。さあ、そしてセカンドマークは5点台が並びましたが、4.7 から5.3という得点で現在23人が終わって9位というアメリカのカークです。